キリュウ、てめえは。兄弟、手貸せ、このが始末しろ。道島組長、タイマン張ってたんじゃねえのか、クズ。道島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫のいいこと言ってんじゃねえぞバカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、片手に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そんなこと、いや俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわの、俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。Come on.